強いな。鳥の爪だ。ガラスの爪断層等です。前回まさかのデスト死んじゃったということで、生存者のバックパックをまず取りに行くところから開始すると思うんですけども、おっとお出ましか、大勢来るぞ、レーダー確認しろって、どうしたどうした、何、あ、これもう戻れたみたいな扱いになっちゃってんの。でも拳銃とかちょっと持ってんだね。え、何？正面ドアに向かってるって、ちょっとそんないきなりさ、いきなりなんかそういう話されても。正面ドアって何？ここに来てるってこと？あ、なるほど、それだね。大軍とか言ってたけど大丈夫かね、これまた死ぬことになんないが、さっき前回なんか変なさビリビリしてるやついて、それが怖くて余計動揺してた部分はあったんですけども、うわ本当に大量だ。お、ワンパンでいけた、はいはいはい、ネクストカモン。うわマジで大軍だ、やべえぞ、早めに倒したい。よし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 、はいはい、4体目倒した、5人目いきましょう。同じような、俺と同じ顔してる、今回の主人公と同じような顔してる、今回女性みたいですね。はいはい、お出ましですか、はいはい、こんなもんかい、はいはいはい、今の連中もこれただろう、あーちょっと怖いね戻っていいのかな、ちょっともう出たくないんだけど、まだギャーギャー言ってっけど。ダメだね。まだ残りのやつも残党も倒さないと。うわ、すげえ降りてくる、どうしよう。これ第2波ってことかな。はい、一人倒す。あ、拳銃の弾ゲット。これはうまいな。いや、ガンガン来るやん。はいはいはい。はいはいはい。よいしょ。よいしょ。もう一発。よいしょ。とどめを、おら。おお、怖い。ちょ。いった。とどめを刺すって書いてあるから、やってんだけどな。よくやった。だがまだ生き残りがいるぞと。始末するんだ。生き残りがいる。どこだ？あー、声してるね。自分から向かってくのってどうなんだい？あー、怖い。怖いね。ちょっとユニクロっぽい服を着てますけども。よいしょ。あ、まだもう一人来たか。早めにこいつを倒したい。よしよしよし。オッケー、あ、いいね、まだいるか、おお、よいしょ、はい、オッケー、おっ、オッケーオッケーオッケー、こんなもんかな、セーブ中、少し休むといい、ほんとだよ、もう休みたいよ。てかそんな序盤だから死体回収行かなくてもいいような気もするけどな。でも弾薬が結構あったからな。行った方がいいかな、やっぱね。一旦戻りましょうか。え、バッキンガム宮殿の見物に行かないか。守衛がゾンビに苦戦している時に中に忍び込めるかもしれないぞ。
さあ、ということで、一旦隠れ家に戻ってセーブだけしてきました。この抜け道のマンホールを使って、ブリックレンマーケットだっけ？あそこの、あ、死亡マークついてんの、あれそうじゃないかな。あそこに行ってちょっと物資回収しに行きたいと思います。それからね、次のバッキンガム宮殿だっけ？なんかそこに行け、みたいな話でしたけど、ちょっとね、先に死体回収だけしたいと思います。いや、これ先が思いやられるね、ほんと。こんな序盤で死んでたら、ガンガン俺死ぬんじゃねえかっていう気がしますけども。ちょっと下手くそなプレイとかね、苦手な方ごめんなさいね、ほんとに。あ、ここだよね。ここ、ここ。多分、この辺のエリアのどっかじゃないかな。自分の現在地がいまいちわかんねえんだよな。上から様子見てみるか。帰り道に死んだってことだもんな。マーケットストリート、あ、バックパック、あれ俺だよ多分あの人俺だよ。あれか、どうせだから拳銃使ってみますか。拳銃は、あれか、クイックにまたセットしないといけないのか。右にセットしとこうかな。よし。こう、降りた時にダメージ食らうんだよな。普通に一回下から行きましょうか。いや、でもなかなか面白いですよね。この、やられた自分がちゃんとゾンビ化して、生き残ってるというか、いるっていうの面白いですよね。強いな、強いな。よいしょよいしょ。危な、死にかけたんだけど、アイテム回収で。あー、でもこれでとりあえず一通りのアイテムは取れたな。で、回復しましょうか。うわー、あ、結構持ってかれたな、今の。拳銃使ってもあんだけダメージ入らねえのか。きつ。じゃあ、これで、また元の方に戻っていくという感じかな。いやー、あんな強えんだ。このゴミ箱は相変わらずなんもない。アイテム更新されたりしねえのかな？開ける。いや、怖えわ。かつての自分にやられそうになるみたいなね。これか。さあ、ということで、セーブも完了して、いざバッキンガム宮殿へゴーという感じですね。向かってく場所としては、ここの奥か。あ、まさに初期、あれだよね、俺が、バッグを拾ったとこだよね、ここね。開ける。まあ、でもなんか、ある意味、男主人公より女主人公の方が、なんか、いいっすね。なんとなく。ここでいいのかな？はいはいはい、カードキーがここにあったと。あと、あ、でも板いらねえ気がすんだよな。結構使う場面ねえ気がするからな。バックパック圧縮しちゃうって感じがするんだよな。さあさあさあ、で、ここ下をくぐって、駅の方からか。いやー、怖いね。お、やべえ。景気感じ、ここ使えんの？ちょっとやってみよう。タレットか。あのプロパンとか絶対爆発するよね。400発もあるじゃん。すご。強っこれでも怖いのは後ろ来ることだよね。大丈夫かな？大丈夫そうだね。え、これ便利じゃん。てか絶対いずれここで大戦闘を行われるってことだよね、きっとね。一応下に行けってなってますけど、左側のルートもちょこっと見ておきましょうか。
あ、下に行くようになっちゃうのか。じゃあまあいいか。普通に正規のルートで行きましょうか。ああ、怖いね。こう、だだ広いところってこう、ゾンビがどれくらい潜んでるかわかんなくて。ソナーとかこう、ちょっと待って、今すげえ反応してなかった。え、どこ？上？上に反応してんの？あ、なるほど。ネズミにも反応するんだ。ここは？なんか赤い光で怖いな。なんかちょこっと物資欲しいですね。あ、上に行けるようになってんのか。と、しゃがんで。あ、なんかありそうな雰囲気。あ、いいね、拳銃。いやでも結構さ、拳銃さ、すぐリロード入るし、ダメージも意外とない感じするんだよね。なんか一人一人確実に、クリケットで、倒してった方が強いんじゃねえかなって気がするんだけど。どうなんだろう。さあ、目的地としてはこっちだ。そこのドアだな。ゾンビはいなさそう。うわ、こっちとかやべえだろ、これ。ここ開くの。まあ、できれば開かないでほしいんだけど。なるほどね。じゃあまあ、普通に行きますか。ああ、怖いね。当時の人が D の予言に耳を傾けていれば少しは違っていただろう。うわ、列車か。かあ。なんかこう、ゾンビ映画とかの定番というか、横の窓からぶち抜いてくるみたい。うわ、絶対あれ生存者じゃねえよ。あれゾンビだよ。てか生存者がどれぐらいいるんだろうねって感じだけど。なんでそんな死に方したの？なんでそこで、生き耐えたの？そんな座り方やめて。怖いな。よっ！よし。でも何にも、もらえないね。あー、絶対どっちか動く。絶対どっちか動く。こいつか動かないか。怖いねー。でも、絶対油断しちゃいけない。それも絶対油断しちゃいけない。よしよしよし。安全に、確実に。嫌だね、このドアが。ウェーン、ウェーンなってんのが。あ、なるほど。ここがぶち抜かれてるわけだ。はいはいはい。ここは開かないわけだもんね。下へ行く感じが怖いですね。閉所恐怖症の人とかも、地下ってもう最悪だよね。よし。後ろは OK。ゾンビも特にいない。ここはどう行くんだ？どっから行けんだ？あ！なるほど。まさかの普通に開いてた。で、普通にここに来ちゃっていいのかな？出る！これでバッキンガム宮殿の方に、向かう通路になるのかな？わー、雰囲気出てるなー。地下通路かー。バッキンガム宮殿の門に行け。いやー、なんか湿っぽい感じがやだ。こーわ。やーば。これは反則でしょ。ジメジメしてるし、暗いし、地下だし、これは反則だろ。開ける。あ、これあれかな。あ、これは違うのか。
何もアイテムはない。バッキンガム宮殿はただの建物じゃない、要塞だ。それも難攻不落のな。中には銃や弾薬がたんまりしまい込んであるはずだ。なるほどね。よし来いよ。まあ、人ってね、一匹ぐらいだったらいいんだけどね。集団で囲まれた時の怖さがやばいんだよな。よいしょ。OK。とどめを刺すって出てるときは普通に R2 だけでいいのかな。よいしょ。あ、やべえ、外した。危ない。上がってこい。上がってこい。OK。アイテムなし。結構いっぱいうじゃうじゃいそうだね、こういうとこだとね。でも実際、こう、ゾンビが現実になった時に地下とかに逃げ込む人どれぐらいいるんだろうね。そもそも地下で生活していけるのかって感じだけども。ここは？あー、こっから行くのが正規ルートっぽいな。そっちはいけないもんね。あー、いける？あ、開かないもんな。なるほどね。しゃがむ。くせえだろうな、こんなとこな。よし。上がったぞ。狭いね、通路が。構えておこうか。うわ、怖っ。右 OK。左 OK。こっちは下に行っちゃうのかな？カードキーがない。ここはピッキングツールが必要。ピッキングツール今んとこ拾ってないよな。欲しいな。上にも行けるな。開いちゃった。こっちで合ってんのかな？もう一個のとこちょっと一応見とこうか。開いちゃった。こっちから行きましょうか。うわー、怖いね。暗っ。構えとこう。いるかい？ふぅ。とりあえずここクリアなんで、プッシュあるか見ましょうか。いや。暗い。なんもないのかな？こういうのにピッキングツールとかありそうなもんだけどな。ないのか。どんどん下行くな、これ。あ、マンホールね。はいはい、抜け道をアンロック。あ、じゃあちょっと先こっち来てよかったわ。よかったよかった。できればマップを更新したいところだけどね。てか一回戻るか。戻ってセーブしましょう。で、そこで一旦、今回は区切りたいと思います。各レイヤーに行く。さあ、ということで、戻ってきました、無事。セーブして、じゃあ今回はね、この辺で終わりにしたいと思います。次回はね、バッキンガム宮殿へ進んで、どんどん行きたいと思いますので。ということで、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ここは鳥の爪団の本部。今なら入団テストを免除で入団することができるぞ。真ん中のパネルを押して入団だ。一緒に鳥の爪団を盛り上げよう。あなたの入団お待ちしております。